風見る不要とか言われてんだ。まあ、エンドマタルと一緒でしょうね。なんかこう、うまいとこ見せろみたいな、そういう見方をする人は。風見るインサイドハーフだからね、絶対。絶対というか、テンハグのサッカーだと、アンカーとセンターバックにかかるプレス体制のね、プレス体制の要求が高まりますから。カゼミロの良さはボール奪還とゴール前の飛び出しですからね。だからインサイドハーフでアンカーの守備のサポートさせるのが一番いい。ほんとこういうの当たるからな。デヨングのセンターバックもラフィーニャのインサイドハーフもさ、当たるじゃん。そうだから、リシャルリソンもトップ下かゼロトップやらした方がいいですね。裏抜けあんなに求めない方がいいです。テンハグはね、最適解見つかったら強いけど、そこに行き着くまでがやっぱり不器用なんでしょうね。そこ器用だったら試合中の修正もっと上手いもんね。器用なアンカー欲しいです。でも風見ろとかね、遠藤航は器用なアンカーですよ。変なボールの渡し方するからそうなっちゃうだけで、風見ろとか遠藤航レベルのね、技術とか頭の良さとか、それこそ守備のレベチ感持ってる人なんていないですからね。ただその守備の良さとか頭の良さとかを評価できる人が少なすぎて、だから俺が飯食えるっていうありがたさを感じますけどね。風見ろ遠藤に展開力やフィニッシュワークまで求める違う。これそうなんだけど、一個言うと風見ろフィニッシュワークうまいんだよ。多分ね、ユナイテッドでサイドからのクロス合わせるの一番うまいの風見ろだよ。ホエルンドよりうまいと思うよ俺。ホエルンドのところにもう一人飛び込んでいけるの風見ろなんだよ。だからアムラバとアンカーで風見ろインサイドハーフで、もう一人の相方とかを、まあ、エリクセンにしてブルーのウィングに使って、左にラッシュと使って、で右はダラと上がってきて内側絞る形、ウィングはで左は晴らしといてみて、でエリクセンがアムラバとの横で、まあ、これやった方がいい。もうこの 4-1-2-3 のこの形で風見ろ絶対ここって思ってるけど、絶対風見ろここ、風見ろここ左、まあ、右でもいいよ。でエリクセンここ、ブルーの候補、ラッシュオード候補。で、攻撃になった時に、風見ろは上がる、ラッシュオードは張る、ブルーのは中絞る、で、その外をダロと取る。ってやると、この両サイドからクロス入ってくるから、そこに風見ろ飛び込んでくる。で、ビルドアップはエリクセンとアムラバトで、失わなかったり展開力あって、で、これが守備になった時に風見ろここ行きながら、ここ戻れるから。そう、風見ろあれ得点力あの、ユナイテッドが押し込めてるから、アンカーでもバランス崩して出てっても他の人行けるみたいな。風見ろインサイドは絶対ハマるから、多分アムラバック取って風見ろセンターバックしちゃうみたいな話あるけど、全然それもいいんだけど、風見ろ人を動かす守備そんなに得意じゃないから、風見ろ自分動いて乱暴の選手だからさ、遠藤渡るがゴール前飛び出す能力とかそこは分からんけど、ミドルが決めるで。遠藤はまだね、自分がバランス取ることもできるからだけど、風見ろはね、絶対あのインサイドハーフ、今のユナイテッドの戦力だったら、テンハグやらなそうだけど、やっぱそこの固定観念って変わんないし、こういう時にな、俺がね、イギリス人とかなんかその、有名な YouTuber でね、こういう風に言って影響を与えれたらなと思うけどね。まあでもそれでもね、ムカつくから逆に使わねえとかなりそうだけど、そういうのあるんだよな。この選手が絶対ここ向いてるっていう風に見える瞬間とか、こういう風に論理立ててもみんなに説得できるし、なんとなく風見のインサイドハーフじゃないからね。レオさんも見てらっしゃるかもしれないですけど、最近風見ろの攻撃能力が覚醒します。何か変わった？明らかにサイドに振る意識が変わりましたね。だからもともと強いキック得意だと思うんですけど、マドリー時代とかは、もうある程度任せてたと思うんですよね。うん、マドリッチとか、自分がゲームメイクするより、まあ、彼らに任せた方がいいだろうみたいなプレーだった印象なんですけど、うん、ユナイテッド来てからは、もう特にエリクセンがいない時期とかは、うん、もう自分がゲームメイクせざるを得ないみたいな状況になって、でエリクセン帰ってきたぐらいから、すごいサイドチェンジ蹴るようになって、何がきっかけだったのか分かんないですけど、本当スコールズだなって思うサイドチェンジがちょこちょこあります。あ、これ聞きたかった。ユナイテッドお金ある説ない説どっちが本当なんですか？いや、ない説な気がしますけどね。あ、そうなんだ。はい。ないからデヘアで来季も行こうみたいな話、結構。デヘアのでも年俸さ、デヘア、はい、売れないか、でも。売れないし、まあ、デヘアも居心地いいっぽいんで。ね、出てきたくない。ブルーもいいな。でも、あれこそまさにそうですけど、モロハの剣っていうか、うん、いるだろう出だしてると思うんで、あれがマジハマんない日はとことんハマんないんですよ、ね。いない日はいないんだ。いない日はいないです。いる日はいるんですけど。で、ラッシュフォードとかに怒ってて、いやいや、それは君の世界の中ではいたんだろうけど、みたいな。でも俺そういう時ラッシュフォード悪いって結構思ってる。いや、まあまあ。いや、そこ感じれる人が、はい、大体あの CL で活躍するけどね、と思う、はい。ラッシュフォードアンタッチャブルすぎて、ラッシュフォード、それ言ってもしょうがないじゃん、みたいな。あ、そうだよ。ユナイテッドのヒエラルキーだと、ラッシュフォードに言うのが良くないから、そこも含めると、サッカーは頭いいけど、人間としては頭良くないみたいなこと。たまにその辺の。俺、あれ思ったもん、この間、茂木健一郎さん荒れてたじゃん。ああ、はいはいはい。ジャニーズのやつ。こいつバカだなと思って。なんでかっていうと、脳みそとかその科学的なところで頭いいかもしれないけど、日本において、エンタメで、まあ言っちゃえば人楽しませる、まあバラエティとかにも出る上で、ジャニーズに 100-0 で勝てない、あの議論で牙を剥くってバカすぎない、うん、そういうところでさ、うん、
でね、あの歌もうまい下手みたいな言ってるけど、はいはいはい、それもさ、うん、エンターテインメントって高クオリティと別なのよ、うん、楽しいかどうかだから、うん、でそれで日本のエンタメはレベル上がんないみたいな、うん、いやいや上手いのだけでいいんだったら全員オペラ聞くわっていう、うん、だしこんな YouTube 流行んないですよ。そう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 、だみたいなことだなと思った、うん、だ知性と品性の違いっていうか、うん、そうだからそういう残念さみたいなのは、はい、ラッシュフォードを語る上で普通のサッカーの戦術の文脈的なところで言うと、うん、まあラッシュフォードが間違ってる時はたくさんあるんだけど、うん、ただまあユナイテッドって状況とあのラッシュフォードのキャラクターとか、はい、あとオンザボールのクオリティで言うと、うん、まあそこを理解した上でバランス取りながら喋るもんなんだろうなと思って。それと全く同じことがちょっとファンデベイクに言えるっていうか、まさにそのファンデベイクがそのスルーパス出して、まあ、プレーの選択的には間違いなくファンデベイクが正しいんですけど、うん、ラッシュフォードが気づけてなくて、うん、ラッシュフォードがファンデベイクに無事切れてるみたいな。ラッシュフォードがファンデベイクに切れてるんだ。そう。それはちょっとまあ引くけど、でもまあユナイテッドだから許せるよ。そう、なんか、なんだろうな。で、結構ファンデベイクは、えみたいな顔してて、うん、いやなんかそろそろ結構長いんだし、気づかないかな、みたいな。もうしょうがないじゃん、ラッシュフォードなんだからっていうのを、うん、そこに合わせてあげないと。で、やっぱ前も話したかもしれないですけど、やっぱ風見ろはその辺うまいっていうか。そう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 。ちゃんとラッシュフォードのことワールドクラスの選手だみたいな褒めたりしてるんで。いや、だからさ、やっぱ、はい、これ解釈、ちょっと俺ふわふわしてるから、ちゃんと調べてないから、はい、同じの見てて違ったら教えてほしいなと、はいはい。リレーショナルプレイって聞いた？俺勝手にちゃんと記事そんな読んでないんだけど、あ、これ多分リレーションシップみたいな関係性みたいな。はいはいはい、で、これって、うん、わざわざ言葉にする必要ないの。なんでかっていうと、うん、サッカーってそれでできてるから。そうですね。なんだけど、ポジショナルプレイが、この、世間に浸透しすぎてというか、うんうんうん、そのポジショナルプレイ戦術的かっこいいっていうのになりすぎてて、うんうんうん、みんな配置とか、うん、一応ちょっとゲームとかそのボード上のサッカーのことばっか喋りすぎて、うん、いやそもそも仲いいやつ同士じゃないといいプレイできないよ、うん、みたいなことで言うと、そのリレーショナルの方で言うと、風見ろってブスケツがポジショナルプレイのゴンゲなら、うん、風見ろはリレーショナルプレイのゴンゲなの。いや間違いないですよ。ちゃんと合わせれますからね、うん、だからまあ言ったブラジル代表でもそうだし、ユナイテッドもレアルマドリードうまいことやりますよね、うん、やっぱ人間的その関係性の部分、いやそう、まあ、めちゃくちゃ大事よ。だって人間さ、仕事できるやつよりも、うん、あの楽しいやつと一緒にいたいんだから、うん、こいつできるけど、うん、なんか嫌だなってやつと一緒にいたくないから。カゼミロはそれで言うと、うん、ロナウドの膝にスパイクで足を蹴るぐらい、うん、いいやつなんで、うん、あんま気にしないんでしょうね。なんかプライドとかがいい意味であんまりないっていうか、うん、まあ、それが必要ならやればいいじゃんぐらいしか思ってないのか。カズミのインタビューとか見ててもさ、はい、その辺政治家として優秀だなって時俺めっちゃ感じるけどな。無邪気パターンじゃなくて政治家パターンなんだ。だからそれを、なんていうの、計算でやれないことを人は天才とか才能とか言うよね。そういうやついるじゃん。なんかみんなそいつのこと好きだな、みたいな。まあだからそこをね、伸ばすかどうかも本人のあれだからな、意思だからな。と察する力ね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ロゾフトボでした。バイバイ。